I hope it rains. I want a downpour. Soak me through. いただきます。美味しい。すごいよな、ここのエレベーター。古いな。ねえ。こんなの。手動なんでしょ、これは扉が。まだ来てない。あ、ほんまや。開かないんだ、一応。うん。ちっちゃいよな、しかも、うん、古いのかもね。古いやろ、どう見てもすごい。こんにちは、リオです。こんにちは、ソータです。今日はリオたちは今ローマにいるんですが、一日ローマをがっつり観光したいと思います。楽しみ。楽しみやね。うん、スリには気をつけて楽しみたいと思います。はい、じゃあまずは電車に乗ってバチカン四国の方まで行きましょう。はい、楽しみやね。電車の中は水多いで気をつけやなな。おお、すごいすごい。あ、で、あそこでチケット買うの。早速問題が発生しました。あそこの機械は、ね、紙幣が使えなかったので、コインだけでした。機械で買うのをやめて、こっちのチケットオフィスみたいなところで買うことにしました。こっちのが確実やしな、うん、クレジット使わんでいいから。こんな感じ。おお、いいね、手に入れた。ハロウィーンって書いてある。あ、ほんまや、かわいい。かわいいな。これでタッチすればいい。そう、入れるのかな。簡単なんだ。で、刻印されたんだ。ああ。はい、無事にバチカン四国の近くの場所まで着きました。楽しみやな、めちゃめちゃ楽しみ。なあ。ここら辺も素敵やな、なんか街並み。素敵やな。見て、フィリピン人大好きなジョリビーがあんなとこにある、一等地に。どれ？おぉ、ジョリビー。フィリピンに、フィリピンにしかないと思った。ねえ、すげえ、こんな一等地に。すごっ。うわぁ、楽しみ。すごい、鐘の音が聞こえるね。入り口見えてきたね。あれやな。あれやな。すごい人やね。ただいま、朝の8時51分。おぉ。どんなに人がいるんだろうね。到着しました。すごいな。うわー、思ったより人いなかったね。まだ。そうやな、よかったよかった。すげー。これがフォールになるでしょ。はん、これがもうたくさん人に、人でいっぱいになるやろ。そう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 。うわー、すごいね。あ、すごい。素敵や。ステーキ、ステーキ、ステーキ。うわー、綺麗。すごいね。カトリック教会の総本山だね、ここが。すごいね、あの石像一個一個が。なこんな感じ、後ろにもたくさんの、何体くらいいるんだろうね。全部違うよな。中に入ります。すごい。
めっちゃすごいな。すっごいや、めちゃめちゃすごいな。さすが。なんか入った時マジで感動したわ。あのインドのヒンドゥー教ぶりに感動した。宗教に言葉にはならない。数々教会がある中でこれがトップでしょ。うん、すごいな、本当にすごい。一個一個の作りが細かすぎるもん。ここ今違う国ってことでしょ。父よな。すげえ。超ちっちゃい国やな。あそこら辺に人が住んでるってこと？そうだ、人おんの？あ、人住んでるらしいよ、一応バチカン市国。あれ家ってことだよね、多分。じゃあ今からまた違うところに向かいましょうか。いやマジでよかった。じゃん、もうここイタリアです。あっちバチカン市国。ちっちゃいな、本当に。全部壁に囲まれてると思ったらそうでもないんやな。いやほら見て、こんな感じで隣ではマラソン大会も行われてる。すげえ。リオ見て見て、レゴショップに来ました。レゴ大好きだから。すごいな、でもこれはすごいわ、モザイクだ、うん、全部レゴってことやな。うん、すげえ。さあディオ、この先がスペイン広場です。人が増えたね。ああ、めちゃスリ多いんでしょここ。スペイン広場アスリが多いらしい。あ、そうなんや。まあイタリア全部そうやけど、てかどこでも。じゃあ全員敵だと思わないといけないね。おお、すごいね、あの奥だ。マジで人多いね、やば。気をつけないと。うわ、すごい人やね。俺らね、昨日の夜ね、ちゃんとローマの休日の映画も予習してきたで。そうそう、ここちゃんとあったな、このシーンも。あったな。次はじゃあ、かの有名なトレビの泉に向かいます。はい。すごい人おる。うわ、すごっ。すごっ。なんか今からディズニーのショーでも始まるんかってくらい人がおる。なあ、すごい。それにしても本当にすごい人やな。すごいな、これ。人が多すぎるのでもう行きましょうか。
堪能したな。行きましょう。うわ、これが2000年前に作られたってすごいな。すごい。さあ次の場所に到着しました。こちらがナボーナ広場。ここもなんかおしゃれな広場やな。噴水もすごいね。また見てこれ。じゃあディオ、お腹が空いたので今からお昼ご飯食べに行きましょう。はい、パスタを食べに行きます。イタリア料理ってことやね。そう、なんかすごい有名な、レビューがめちゃめちゃいっぱいあるような、1万、3万ぐらいレビューあって、で、星 4.5 っていう素晴らしい場所に向かっております。到着しました。こちらが本日行こうと思ってるレストラン。超大混雑で、これが全部列です。うーんって、すごい並んでる。40 minutes って言ったから40分くらい待ちだね。やば。まあドラマ見て待とう。楽しみやな。並ぶくらい美味しいってことでしょ。テラス席ですね。すごい席あるね。カルボナーラとこんにゃれ、これにしようか。楽しみやな。届いたね。美味しそう。めっちゃ美味しそうやな。麺が太いんだね、結構。みたい。ねえ。いただきます。はい。結構しょっぱい。しょっぱいんだ。超麺が太い。お腹いっぱいですか？みんなさ、あのフライパンさ、フライパンで来るんですけど、フライパン1人1個食べとるやん。すごいな。めっちゃ多くない？めっちゃ多い。2人前ぐらいある。量も多いし、やっぱ麺が太いでな。いや、麺が太いのが大きい。大きい。もう1本の麺の重さがえぐい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。昨日ローマンの休日で予習したでさ、うん、ここが真実はこっちですよ。ここコードリー・ヘップバーンが怖がってテイクって入れて、でもう一人の男の人がそうやな。あ、意外と並んでないじゃん。まや、もっと並んどるかと思った。並ぼうぜな。すごいね、こんななんか教会みたいなとこにあるんだ。並びましょう。意外とすぐだよ、多分。思ったほどだよね。
隣は教会になってるんだね。そっからな。すごい写真撮ってそっから入ってここに繋がってる。教会なんやな。すごいね。また古いな。ねえ。リオ来たよ。ローマの遺跡群。ホロロマーノ。ちょっと誰あれ。ちょっとどいて。どいて。飛ぶのか。お、飛んだ。うわ、すげえ。すごいね。古代ローマ遺跡が。で、あの奥に見えるのがコロッセオだね、あれ。すごい。歴史を感じるな。あの一番奥。あれはね。この場所にローマ帝国があったと思うと感動するな。すごいわ。こんな石の。楽しいな、ローマ。こうやって見えるで。こんな感じで。あれ、そこら辺も遺跡なのかもな。じゃあコロッセオの方向かってみようか。行こうか。どこにでもおるんやな、水売りおじさん。とうとう見えてきたね、コロッセオが。すごい。おお。大きいね。な、思ったより大きいわ。ねえ。でも東京ドームがすっぽり入るぐらいなの。あ、そうなんや。あれ、けど、違ったっけ。俺東京ドーム行ったことないからわからん。いや、もうわからん。じゃあなんでその例え出した。書いてあったの。次はコロッセオの隣の門に来ました。すごいね、ここの門の作りも。この門は何だって。この門は315年に建てられたんやって。あ、この門。うん。え、すごい、なんで。勝利を称えて。勝利を称えて。なんかさっき饒舌に説明しとったやん。何。なんか一番最も保存状態のいいものの一つなんやって。あ、315年くらいの歴史で。違う、他のものとか比べてこれは結構保存状態がいいらしい。あ、そうなんだ。だって約2000年前のものってことやもんね、これ。1700年前ぐらいじゃないですか。約2000年やろ、それを。違う、300年はでかいやろ。死者誤入したら1700年もに。死者誤入しとんじゃあ、あんたは死者誤入したら40歳やどういうこと。死者誤入したら俺0歳だよ。いや、もうそんぐらい。お、ええわ、カットローマ観光終わりましたね、リアちゃん。うん、楽しかったな、めちゃめちゃ楽しかったな。どうやった。まあ、いろいろ遺跡とかあって、なんだろうな、なんか見どころがたくさんあったね、ローマは。そうだね。うん、歴史が深いからなんか見てて面白かったね。確かに確かに。俺はバチカン市国がやっぱり一番感動したな。あー、確かに。次来た時はちゃんと美術館とかも行きたいね。そうやな。じゃあ家に帰って晩酌タイムでもしますか。はい、帰ります。帰りましょう。アンチョビが全部ごちょびでんじゅう。ローマの夜に乾杯。甘っ。甘いな、やっぱ。
これで 1.75 ユーロやった。いただきます。お昼のより美味しい。ふやふや、うまっ。めっちゃ美味しいなこれ。うん、じゃーん、二次会やるよ。作ったスピリッツで乾杯しよう。乾杯。乾杯。あ、美味しいね。美味しいな。うん、ちなみにこのスピリッツな2ユーロやった。最高や。外で飲むとな5ユーロくらいする。こんな感じでベランダで飲んでるんだけどね、外がいい感じなの見て。まあなんか裏側って感じ。じゃあまあそんなこんなでね、次はドイツに向かいます。また明日からは移動日です。頑張ります。はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。